ここだけブルーベリー学園に就職した柿つばた先生。無敗のチャンピオンだったが他校の留学生に土をつけられたとか、実はやんごとない生まれだが実家に反抗して教師をやっているとか、定かではない噂がいっぱいある。素振りや八策のバックボーンと混ざってて草。あの頃は、力が足りず、兄弟と会えなきゃ、どうにも、できなかったがよ。今は、可愛い生徒の、喧嘩は、正面から、止めれるぜ。やり足りねえなら、先生が、相手するか？教師からの評判は良くないけど生徒からは人気出るタイプ。時々先生がサボ。自習が入るタイプ。様子がおかしいそうな生徒に、何やってんだい？声かけて追いかけっこしてると見た。そんなに学園が好きだったんだな。リーグ部の顧問とかやっているかもしれない。バトルや育成の相談なら真面目に乗ってくれるだろう。座学は知らん。同窓会で真っ当な職でちゃんとやってることをタロに泣かれて、お袋通って突っ込んでそう。ギャルの生徒にダルから見されてほしい。ポーラエリアを見き軸してる四天王が指紋みたいなやつだったりするかも。先輩として指南してたらいつの間にか抱かれた。ブルベは実践授業多いらしいし、四天王チャレンジの時みたいなテラリウムドームさん限定勝負をやってそう。四天王チャレンジは主人公の貯金で勝たせない目的だったけど、こっちはとにかくテラリウムドームに慣れてもらったり、生徒間でのレベル差なしにわちゃわちゃさせたりする意味合い、みたいな。バトル学的なの担当かな。交換のジュラルドン見るにどっかの不活畑技法を教えてくれるかもしれん。ドームで行う新入生オリエンテーションで気さくで面倒見の良い先生だなと思わせてからの、教室での気の抜けた態度でみんな困惑するところまでが定番の流れ。ボーム自覚回復かキツバタが先生になったら未だにポーラエリアの謎が解けてなくて、夜中のポーラエリア走るのはおすすめしないぜ。なんか変なの出るって噂でなぁとか言って騒然一百。アカデミーは卵寄贈があるのを見るにワンチャンブルベ学園も卵預かりしてて、かキツバタがまだ夜中のポーラエリア爆走してる可能性はある。この頃にはポーラエリアのポケモンほぼ不活バタが返したポケモン、なんなら他のエリアも3割ぐらいそうなってそう。なんすかその概念。多分深夜に卵孵化に走り回ってたら怪奇現象と誤認されて噂になってる概念。過去にパルデアジムリのゴースト使いが特別講師で来ても何もないから何もできなかったらしいぜ、みたいな噂出てそう。自分の人生すら責任取れてない奴が他人の人生の責任持てるわけないだろ。カキツバタ個性強い教師が多いから埋もれないようにしないとねー。大丈夫だ。お前は独自のこだわり個性が歩いているような存在だ。生徒から告白してくる女子いそう。割とガチな方面で。というかガチしか周りに残らないというか、担当教科は何だろう。お手が大きいから頭を撫でらたい生徒がたまに集まって、こんなんでいいんかい？というかキツバタ先生。カキツバタ、今日は特別ゲストを呼んでるぜ。なんとブルベ学園の元チャンピオン様だ。すぐり、いつまで言ってんだべそれ呆れ。カキツバタ、おっとそうだったな、今はパルデアの四天王やってんだよな、すごいねー。すぐり、俺はカキツバタが教師やってることの方が信じられないよ。みたいな会話してほしい。ポーラスクエアで捕まえたポケモンのみでバトルし合え。勝った者にはツバスさんが手ずから孵化させたポケモンをあげよう。ブル学組で教師向いてそうなのはタロとネリネだろうな。歯磨き子先生、って呼んで返事してくれるかな失礼。ツバスさん、あたりは生徒間のあだ名としてありそうではある、政治に気みたいなやつ。税理みてぇなネーミングセンスって面白がって笑ってそう。留年して落ち込む生徒に、俺なんて5回は留年したけど今はこうして立派に教師やってるぜ。一回でくよくよする必要ねえってとか言って励ましてくれるかもしれない。理想な教師反面。先生慰めてるのかわかりません。いやいや慰めてるよえ。いいかお前ら、大人ってのは間違うなだのまっすぐ進めだのやかましいけど、おいらはそんなことお前らには言わないし、そんな完璧な生き方なんてできるやつの方が珍しいぜ。まっすぐ進めなかったぐにゃぐにゃした道でもよ、ゴールでパーッと輝けばドラゴンの背中みたいにかっこよく見えてくんよ。ごちゃごちゃしたデスクの上でお菓子食べながら言っててほしい。八策先生とそこそこ豆な交流がありそう。先生ってチャンピオンだったけど5年くらいずっと居座り続けたそうだよ。マジで、それってちょっと。何の話してるんで？うえ、カキツバタ先生、生徒が逃げていった。そんなんで怒るようにゃ何年も留年してねえよ。たく。頭ポリポリ。こうして怒ると怖い噂が広がっていく。誤解。特別講師のシャガだ。カキツバタ先生、今日はよろしく頼む。先生今一瞬、動揺してた？見間違いかな？市長職も次世代に託してチャレンジャーに負けてチャンピオンを降りたアイリスがジムリーダーを継いで時間ができたんだろうな。おい、聞いてねえぞジジ。事前に知ってたら逃げるだろう？深マラソンしてるならシャガから逃げ切れそう。な気がする。これがヤチェのみ、氷タイプが苦手なポケモンの救世主だぜ。で、クート合体のなんのって。
これハバンの実、ドラゴンポケモンが好んで食うのはドラゴン技で受ける傷が和らぐからだな。噛まなくていいんだけどそのまま食っても苦いんだよな。半減期のみの需要なのに謎の食リポ主に硬さがくっつく柿つばた概念幻覚。柿つばた先生曰く総合的に一番食べやすいのは桃の実らしい。甘いし柔らかいし入手しやすいしでいいこと少ねよ。離乳食代わりにもよく使ってるぜ。柿つばた先生子持ち疑惑が飛び交う卵から生まれたてのポケモンに食わせてただけ。座学苦手だったのをどうあれ卒業までこぎつけたわけだから多分座学苦手な生徒がどこつまずくかわかる先生になってるんだろうな。なっててほしい。わかるわ。なんでこれこんな名前なんだろうな。はじゃ回復拳とか絶対忘れねえのにしてよな。いや先生それはダサいってみたいなダベリで最終的に覚えて帰る生徒。ドラゴンタイプ育てるの難易度高いらしいし、育成系の質問も多そう。文字通り激鱗持ってるドラゴンタイプもいそうだし、ジュラルドンピカピカ発言もしてたしでポケモンの手入れ自体は気を使ってそう。先生がジュラルドン磨いてるな、と思って眺めてたら野生だったらしく終わった後手を振って歩き去っていった、みたいなの目撃されててくれ学生時代から在籍長すぎてポケモンたちに顔覚えられてそう。1年キラーは健在な柿つばた先生だと時期嬉しい幻覚。2年だと態度が塩になっていく。ほぼ残るの野郎のみ。こんな態度してるけど柿つばたが自習退任しようとすると生徒が抗議を起こすのは見える OB も味方する。好奇心で危険な場所を行った生徒いて、止めようとした柿つばた先生だけど生徒は止まらなかったせいで生徒は危険な目にあったとか。本人はやめても、まあなんとかなるだろいな精神してそうだからうまく引き止めないとあっさり退任しそう。実際、やめたんですか？もう仕方ないなうちで働きます？って誘ってくれる OB がちらほらいそうなんだよな。おもだかさんあたりはすぐにアプローチかけてきそう。だらしないしやる気ないしいろいろ適当なすごい癖のある人だけど、ポケモンには紳士でバトルも育成も戦術や交換したジュラルドンからしてしっかりしてるから引き入れられるなら引き入れときたい人。そもそも高レベルのドラゴンタイプ使う人自体が貴重そうだしね。特にリーグできたてほやほやで優秀な人材が不足しがちなパルデアは割と真面目に動くと思う。あのやる気ないしボンリーマンを手なずけてるトップがいるから容易に想像できるな。実際リーグ部で声はかけようとした感じしてたし、リーグ協会として接点が持てないならばアカデミー理事長としてお会いしますね、ができるトップ。ここ抜けたら間違いなくこの人に外から埋められるからまだ馴染みのあるグルベの教職に収まっとく柿つばた。おのおののやりたかった方面の職に就いたネームドたちから誘いがかかりそう。リーグ部にちょくちょく顔を出す間にいつの間にかリーグ部の顧問になっていたはありえそう。柿つばたが進んで面倒くさそうなこと進んで希望するのか疑問があり。リーグ部の生徒から育成の相談を受けて話しやすい場所でってことで部室で話してたら他の生徒も話を聞きに来るようになって、それからしばらくたまにリーグ部で相談会あるくらいの距離感だったけど専任の顧問が抜けた時、校長に、リーグ部のことならよくわかってるだろうしちょうどいいでしょで勝手に顧問に任命されたみたいなのありそう。